なんだあれは。これだ、ロケットよ。テレビ子供向け番組誌。昭和時代にはお茶の間の中心にテレビが位置していました。これは昭和の子供たちとテレビとの絆を縦軸で振り返る企画です。日本で最初に放送された外国テレビシリーズは、昭和30年10月9日に、KR テレビ、現在の TBS が放送開始した漫画劇、スーパーマンではないかと思われます。この時、KR は、自前の KR 劇団から、新人に声を当てさせることにしました。この時にスーパーマンを演じたのが、大平徹でした。大平徹は、KR 劇団4期生募集の際、その低音を賛美歌で披露し、滑覆の良さも手伝って、見事4000人応募の中から、採用の18人の一人に選ばれたのです。漫画劇、スーパーマンに選ばれたのも、その滑覆の良さがスーパーマンにふさわしいという理由でした。漫画劇、スーパーマンは、日本のテレビ史において、様々なことの先駆となりました。外国のフィルムに合わせて生で声を当てること、連続漫画映画であること。そして、超人的な活躍をする主人公であること。一般生活をしている人物が変身してヒーローになることなど。どれもが、当時の日本では画期的なことでした。昭和31年になると、カウボーイ G メンが連続外国ドラマとして初めて、これも KR テレビにて、4月28日から放送されました。当時はアメリカドラマも30分ものが主流で、この番組は後に一大ブームとなるテレビ西部劇の先駆けとなりました。このカウボーイ G メンの最初の放送では、元の英語をそのまま流している中、滝口純平が女性役も含めて一人で日本語をかぶせていったのだといいます。9月3日には日本テレビでジャングルジムが始まりました。日本でも映画のターザンで有名だったジョニー・ワイズ・ミューラーが主演で、ジャングルで活躍するジムを演じ、日本テレビにターザン登場と宣伝されました。この日本語吹き替えは、劇団四季が担当しました。11月1日、ついに、あのヒーローが実写で日本に登場しました。そうです、スーパーマンです。遠い星から地球へやってきた奇跡の男。人間の能力をはるかに超えたスーパーマン。川の流れを変え、鋼鉄をひねるぐらいは朝飯前。彼はクラーク・ケントと名乗って正体を隠し、メトロポリスの新聞社デイリープラネットの記者となって、正義と真実を守るため、日夜戦い続けているのです。当初こそ、木曜夜8時からと、子供向けとは言えない時間で始まりましたが、変身して、超人的な力を振るうヒーローを、初めて目の当たりにした第一世代テレビっ子たちは、たちまちのうちに虜となり、風呂敷マントを背負って、高いところから飛び降りる、ミニスーパーマンが続出することになります。この絶大な子供たちからの人気を受けて、やがて、放送時間は7時半に繰り上がりました。スーパーマンの声は、漫画版から引き続き大平徹が担当し、彼の声は、女性からもアイドル的な人気を受けていたと言われます。声優が人気者となった第1号と言ってよいでしょう。提供会社はライオン歯磨きで、スーパーマン人気にあやかって、雪村泉が CM ソングを歌うスーパーライオンという商品まで開発されました。この TBS 木曜19時半の枠は、後のチャカちゃん、ケンちゃんシリーズまで、ライオンが一社提供し続けることとなります。日本では、紙芝居で人気だった黄金バットという存在はありましたが、テレビでは、このスーパーマンこそが、超人的な活躍をするヒーローの元祖と言えるでしょう。11月4日には、やはり、KR テレビで、日曜夕方に、シスコキッドという子供向け西部劇が始まりました。アメリカでは映画など多くの作品で有名な主人公であるシスコと相棒のパンチョが圧巻の悪事をくじくもので、笑いの要素も盛り込まれていました。さらに、11月12日には、日本テレビで名剣リンチンチンが開始されました。騎兵隊を舞台に、少年ラスティと名剣リンチンチンが様々な活躍を見せるもので、当初は月曜の夜8時台後半と大人向けに放送されていたようです。しかし、少年と犬が主役という内容は子供にも受けるものですから、翌年4月には火曜夕方6時台に移動しました。これは動物ものドラマの先駆けともなりました。こうして、昭和31年は外国ドラマが本格的に日本のテレビで紹介された元年となり、その中でも特に子供に受ける作品が大きく人気を獲得したのです。翌32年には海賊船サルタナ、バッファロービルの冒険、アニーよ銃を取れ、走れ名馬チャンピオン、ジェット・ジャクソン、アイ・ラブ・ルーシー、西部の勇者キット・カースン、サーカスボーイ、ソニー号空飛ぶ冒険、名犬ラッシーなどが33年には、我らのキャシディ、ラマー・オブ・ジャングル、ローン・レンジャー、パパは何でも知っている。フューリーとソニー。潜水王マイク・ネルソン。などなどが続々と放送されて人気を博し、まだ制作力の未熟だった日本のテレビ界を外国ドラマが大いに席巻したのでした。今日のおさらい。日本で最初に放送された外国作連続テレビ番組は、現在の TBS が放送した漫画劇「スーパーマン」。日本で最初に放送された外国作連続テレビ映画は、現在の TBS が放送した西部劇「カウボーイ G メン」。日本のテレビで初めて大人気となった超人ヒーローは、アメリカテレビドラマの「スーパーマン」。以上、テレビが本格的に普及し始めたと言われる昭和34年より前の、本当にテレビの黎明期の話です。